目標としてはなんか自分の美容室でこう活躍する人だったり、なんか独立しやすい環境を作りたかったり、なんかいらないね。いらないですか。今お前がどうなるのかだって。そうですね。そんな話するな。そんな話。綺麗事言って潰れるのが一番良くないからね。儲けるってことは自分で独立した以上はこれはもう必ずしなきゃいけない義務、その義務を果たしたくないんであるならば、人間関係にうだうだしながら大した給料もくれないとこで勤めてるっていいよねと。っていうかね、あなたの今の最大の財産は暇。手書きで看板毎日5枚かけるじゃん。要はお金も使わなければ知恵も使ってないからそうなるんだよ。金ないんだったら知恵使えよ。逆に言うと金がないから知恵を使おうって気になるんだ。金があると金で済まそうとしちゃう。いきなり繁盛する店に入るとうざったいなって気持ちになってくる。客選びたくなってくる。誰もいない店を1年やるとね、どんな人でも来てくれたらありがたいって気持ちになる。その時期を一回超えないと本当に客に対してありがたいって気持ちが生まれない。昨年にからちょっと美容室を独立開業しまして、はい、何年修業したの？約11年ぐらい。11年、はい、東京で。千葉でが長いですね。千葉、東京、埼玉で、はい、おしゃれな店、それともおばさんが来る店？千葉の店だと、はい、結構若い子ターゲットでした、ね、はい。あとは？あとはやっぱこう地域に密着した、はい、なんですか、まあ年齢層も結構広いような店が2店舗をやらせていただきました、はいはい。今はどこでしたっけ？今は、長野県で。長野で開業したわけ。はい、そうですね。十数年修業して、はいはい、長野の実家なんですか？ですね。祖父が持ち家がありまして、はい、でちっちゃい時からちょこちょこ行ってたんですけど、はい、で自分がこう美容師を経験してきて、はい、なんかふとその周りの環境がすごい嫌になってしまって、はい、まあ正式に言うと逃げ出したというか。人間関係？そうですね、人間関係ですね、もう、はい、でやっぱりこう開業するといろいろ言われたりとか、そういうのもあるので。あ、そうなんだ。なんていうんですかね、こうちょっとリサーチじゃないけど、なんかどういうふうにやってんのかなっていうのを調べたりとか、結構そういうのはよくあるところで、はい、そういうの関係も嫌だなと思って、はい、まあ一回こうフリーな状態でやってみたいなっていうのもあったし、はい、まあなんか勢いというか、あんまりこう額もないもので、結局こう勢いでいけるだろうってことで開業してしまったというか。家賃かかんないわけ？家賃はかかりますね。かかるの？ちょ、借りて、あ、店舗は借りてて。住まいが、そうですね、家賃かかんない、はい、で店舗を借りたわけなんで、はい、その店舗は長野の街中なんですか？街中なんですけど、はい、割と田舎というか、すごい。そこに住んでる方々はどんなご職業の方々？農家が多い。農家さん、はい、結構年齢も人、はい、年を召した方。若い方あんまりいない？やはり主婦層というか、結婚されて30代ぐらいですかね、はい、お客さんもそんなに客足は少ないので、まだちゃんとしたリサーチはできていないんですけれども、はいはい、で、開業されたのがいつですか？開業されたのは昨年の5月。5月、はい、1年経ったんだ。そうですね、はい、で、思わしくないそうですね、まあ借金もありまして、あと家賃もあるので、はい、自分の別に給料は特にいらないんですけど、うん、そうですね、やっぱり最後の目標としては、はい、なんか自分の美容室でこう活躍する人だったり、なんか独立しやすい環境を作りたかったり、なんか、いらないね。いらないですか。今、お前がどうなるのかだって。そうですね。そんな話するな。そんな話。あのね、はい、逆に言うとね、はい、俺は
本当に少数の人間だけ使って自分のやりたいことをやりたかった。でそれでも追い風に吹かれて体がどんどん会社が大きくなっていって、でその30人40人って超えていくときにだんだんその自分と気心の触れない人間が入るようになってくる。つまんねえなあと。本当だったら気心に触れた仲間内で会社やっていくのが楽しい。あの要は会社のビジョンだとか俺のキャラだとかじゃなくて、安定した企業だから給料もいいからみたいので人が来るようになってくる。でその時に自分の都合だったら大きくしたくなかったんだけど、それを大きくするだけの背景がある、売り上げがある、俺の都合でやっちゃいけないなと。じゃあその聞こえない声、天がお前にどうしろって言ってるのかみたいなことを考え始めて、じゃあ業界変えてやろうとか、あのもっと女の子が働きやすくしようとか、そういうことをやるようになった時にどんどん組織を大きくしなきゃならなかったんだけど、これは力の持った人間の義務だと思ってる。人にまで影響を与えられる力があるんであるならば自分のために生きちゃいけないよと思って生きてきたんだけども、と今自分がどうなるかっていうところなんで今その後の後輩がどうのなんていうのを考える時じゃないよねと。でもしもそのお店が繁盛するようになって、あのお客さんがいっぱい来て賄えない、じゃあもっと大きな店にしよう、あの店員も雇おう、でさらにまたそれがいっぱいになる、じゃあ2号店出そう3号店出そう、多分4号店5号店では東京に挑戦してみてみたいな気持ちにもなるんだと思うんだけども、それもやってみてうまくいったら、あ俺には力があるんだからもっとやれ、いろんな人の面倒を見てやれってことなんだなと。なかった時はいいのか俺のことを考えればと、まあ、そうは言っても結婚して子供を作ると子供が困らないように育てていくってことができれば、これは一人前の男になるんで、まずはその一人前の男を目指すっていう部分で、あの詳しく、はい、どういうひどい状況なのか教えて。あ、はい、そうですね、一応コンスタントに固定客と言っていいかあれなんですけど、大体こう20人ぐらいで月が回ってるような感じ、うん、月20人そうですね、大体平均して、はい、でやっぱりそうですね、あんま環境のせいにしちゃいけないんですけど、コロナウイルスとか、うんの影響もありこうぐんと伸びる感じの時にちょうど、まあでももともと少なかったんでそんなに多分伸びてきたのがコロナでまた落ちたってこと？やっぱりちょっと落ちてる感じはする、実感としては元々、まあ、月に10人だと落ちても落ちなくてもあんまりいつもガラガラで早く客来ねえかなって待ってるって状態だよね、はい、で客単価いくら？単価がカットが4000円だいたいカットカラーをやってくれるので、だいたい7500円から8000円ぐらいか、はい、物は売ってない、全般はあの売ってるんですけど、うん、もうなんすかね、僕結構通販を利用するんですけど、うん、あのなんかもうその値段で自分で調べて売っちゃってるんで、うん、特にそこで利益上げてないの？いや、なんか嫌なんですよね。なんで？あのそういうものを売るような苦手で、まあ苦手だからそれでっていう風になってしまったと思うんですけど、僕は床屋でも美容師でも、はい、単価が安いと思ってるもんで、はい、もっと取ればいいのにと思ってるのよ。こんな時間かけてね、付きっきりになって、はい、店構えてそれでカットだなとかで、僕あのパーマとかしないから、はい、とあのあとあの頭のケアとかやってもらっても数千円で済んじゃうわけよ。1万いかないわけ。申し訳ないなと思って、その時に使ってもらった、はい、あのトニックだとか、あの整髪料とか、できるだけ買ってやろうっていうんで、美容室行くと、1回行くと大体3万円ぐらい、2万円分ぐらい買ってるかな。ネットで買うともっと安くのも分かってるのよ。なんだけど、それは客としてこの店が気に入ってたら応援してやろうって気持ちで買ってる。床屋に行くとそれほどそういうもの揃ってないんで、僕今だとあの羊毛剤が入ったやつでも7000円ぐらいのトニックとかそういうのを必ず買うようにしてるんだけど、っていうその自分側がっていうのもあるんだけども、お客さんが気に入ってくれたらば使ってあげようっていう人も中にはいるからね。
使ってあげたことがこのお店が喜んでくれるのが嬉しいっていう人もう中にはいるんで、あの無理するんじゃなくて自分がいいと思ったものは売れるように用意しておいてあげて、欲しいって言ったらそれに適正な利益を乗せて買っていただくっていうことは、これもそうだね、今の人がどうのって、あの将来弟子を持ちたいみたいな話もそうだけど、今はお前が自立することが重要であって、で今20人といえども要は定期的に来てくれてるわけでしょ、はい、これ僕が言うのが、お前が潰れるとその20人が困るんだよと、20人のために何をしたらいいかったら継続することなんだと。逆に言うと来てない人からですけど、するとあの暇そうな美容院やっぱり潰れたよねっていうだけで何の損得もないんだけど、来てくださってる方々は続いてほしいと思ってるから来てると、何や何でも続けなきゃいけないということは、その方々から気持ちよくお金を取るっていうのはその方々のためにもなるよ。綺麗事言って潰れるのが一番良くないからね。儲けるってことは自分で独立した以上はこれはもう必ずしなきゃいけない義務、その義務を果たしたくないんであるならば、人間関係にうだうだしながら大した給料もくれないとこで勤めてるっていいよねと。俺はもう美容関係はひどいよなっていう、あの今時技術を教えてやるんだから安い金で働けって、俺たちの制作の時代はテレビの制作の時代はあったんだけど、それも今なくなったのよ。なのにまだあるよね、料理人さんだとか。料理人さんもなくなったかな、美容室あるね。まさにそうで、独立しようと思っても貯金貯められないからなかなかできない。さらに言うと東京で独立しようと思うと家賃高すぎる。半分ちょっと喧嘩みたいので終わるパターンが多いというか。だよね。だから独立するのは賛成だし、田舎に行くっていうのも家賃を払わなくて安くなるっていう部分では非常にいいと思うし、で田舎っていうのは俺の中での経験で言うと農家ほど余剰な金持ってる人間はいない。みんなね、農家きついきついとか嘘言ってんだけど、あの人たちは家賃払わなくていい、でいろんな補助金も出てる、実は余剰するお金があるんで、おしゃれな、あのおしゃれなっつっても東京でも10年前におしゃれと言われてるような、あのかっこ悪いフレンチレストランとかできるとえらい繁盛する。今すぐおしゃれな店ができたのよっていう、いやいや連れていかれるのよ、10年前で今ここ全然おしゃれじゃないけどなみたいな、そうか10年ぐらい遅れるのがこう田舎はいいのかみたいな。だから多分あの東京で流行るような髪型だとかそういうものを進めると、多分あそこはいけすかんって言われて少しダサくしてあげるっていう。これあの例えば確かインド料理がそうなんだけど、本場のインドで学んできた人が本場のインドは来ないよって言ったら日本人来ない。どう日本人にアレンジしてあげるかっていうことが重要なんであって、多分その長野の田舎のおばちゃんたちに合ったアレンジっていうものをその1年間で考えてきたのかなと。自分の中で1年で変わったかなって、変わんなしいないの。千葉でやってる時よりも東京でやってる時も埼玉でやってるんじゃなくて、ここの長野はこれがベストなんだっていうアレンジが絶対に入るべきだ。それをバカなやつは、俺は一流のとこで学んできたのにこの客どもは何も分かってねえっつって、ああ客否定しちゃったと。客否定するってことはお前商売しちゃいけないってことだよと。目いっぱいダサくして「あら今ね」って言われて「どうしようね」って俺やる自信がある。要はクリエイターから商売人に変わんなしじゃないんで、でそこで繁盛してくると実績ができてくると、あそこ人気のあるとこだって言うと、ちょっと今日は冒険してみませんかみたいなことを言う権利が生まれるんだけど、まずは会社もそう、入ったらその組織に馴染むこと、立てつくことじゃなくて、そこは今までこうやってきてるんです、いや前の店ではこうじゃなかったんですがっつっても、ここではこうやってますって言ったらそれを聞くこと、でそこでお客さんの指名が一番になってきたらば、俺こうした方がいいと思うんですがって言うと聞いてくれるんだけど、入ってすぐにいくら正論言っても聞いてもらえない。要は言葉っていうのは誰が言葉を喋るかであって、これで本当にね、青山の あの髪の毛あのなんかグリーンだかあのオレンジだかして有名な子いるじゃないですか、カリスマの子今テレビ出てくる
プロフェッショナルとかそういうの出てくる、はいはいはい、何だかオレンジだかないからしてるお兄ちゃん、あの子が行って言ったら多分どこの、ま、町に行っても東京はすごいわっつって、何か長野の町にあのオレンジだらけのおっさんおばさんが増えていくみたいなっていうことなのよ、とまず自分 の、 はあの言いたいことが相手が聞こうっていう環境を作んなきゃいけないためには流行ってる人じゃないと聞いてくんないよねと。で、なんか宣伝もしてないんでしょ。そうですね、やっぱり口コミでなんかこだわりのみたいなそういうので行こうかなと思ったけど、もうまさにダメなんだなっていうのを痛感した1年だったと思います。僕はそんなことないと思うけど、ね、あ、本当ですか。要はお金も使わなければ知恵も使ってないからそうなるんだよ。金ないんだったら知恵使えよ。逆に言うと金がないから知恵を使おうって気になるんだ。金があると金で済まそうとしちゃう。で、知恵を使う習慣がなくなっちゃう。あのきっかけをどう作っていくか。あの多分いろんな理想でね、あのいっぱいで1年経ったら人を2人雇ってみたいなことを考えて始めたと思うんだけども、あのまずうまくいかない、うまくいかないんであるならば、あの最低限赤字にならないようにしようから始めようと。それを多分何人のお客さんが1日に来てくれたら最終的に年間で俺300万400万から始められるなと、うまくやったら500万いくかもしんねえなと。俺が30の時に会社作った時に、はい、うまくやったら1億儲けられるかなみたいなてか1億儲けようと思って始めた。あれをね、損しないように始めてればね、全く違うやり方したんだよなと。で、1年間はいろんなところで自分が改善しなきゃいけないのが見つかるだろうと。要は自分がまだ完成品じゃないと。で、あるならば、まともな料金取っちゃいけねえなと。これはね、絶対にやるべきことはね、その赤字が出ない金額に落とすっていう。ただ、落としてもダメ。落として、ずっと安い値段でやらざるを得なくなると、それ意味ないんで。と、回転なんとかだって言い方とかがよくあるんだけど、あれももう使い古されてるなと。俺ね、美容室は絶対やるべきなのはね、染めるやつ、白髪染め、あ、これは多いでしょ。すごく多いです。多いでしょ、はい、あれをね、定額制、あれなんていうの今、定額のやつ、サブスク。もうほんと覚えられないんだよ、それも。サブスクの時代なんだよ。1年間何回来てもいくらですってやつで、今いくら取ってる？6500円。白髪染めだと5000円。え、何？白髪染めだと5000円。5000円、はい、たらね、月に2回来るっていう設定で12回、 12×3000円。お得か。36000円で1年間何回でも来ていいですと、はい、じゃあその時にそれだけで来るかっていうと、来たらばカットがある、パーマがあるってなるじゃない。そこで利益をきちっと取る。要は呼び込むために。でさらに言うと、最初はそんな1年なんてお前出来悪かったら3万6000円払って2回目行かないかもしれないじゃないか、ないじゃないっていう部分で、1回はお試しっていう形で3000円でお試ししてくださいと。それでよければこの3万6000円で年間何度来てもお得ですよと。と、払った人は絶対逃げないよ。で、どうせなら知らないけど、まあ白髪染めでなあ、クレーム来るようであるならやんないほうがいいわな。この辺がたたりだったのよってもしも言われるんであるなら、まあやめて農業をどっか、多分人手が足んないって言ってるだろうから。いい機会だわと、早く気がついてよかったわと、俺には腕がなかったっつって。いや、そういう人生もありなのよ、はい、自分が何かなりたいと思ってもやるべきことをやって、そこであるのが、独立せずにやめたら悲しいけども、独立してみて、あ、俺には努力なかったわって分かったら、すっきりして違うことができるっていう。やるべきこと
ことやらなくて、で客が来てそれが減っていくんであるなら諦めるしかないじゃない。今来てないからみんな俺の腕が分かってないからだと思ってるんであるならば、その損しないところを目指そうという金額を提案していく。ただ安売りをするんじゃなくて、でお試しっていう、これはねあらゆるものね、お試しって制度あるよね、はい、フィットネスクラブなんかもそうだし、2回通ってみて、でその時には定額の3分の1とかいうお金でやってみて、よかったら会員になってくださいみたいな、そのシステムみたいなことをもう看板にねでっかく掲げて、もうねただでやりたいんだったらもう張り出すんで、一生懸命手書きでで自分の顔でっかくね絵にするなりね写真なりにしてね、ちょっと笑われるようなかっこいい系ではいけないからでそこで言うと、いや長野かっこいい系で攻めるよりもだったら、なんか気さくな、緊張しなくていいお兄ちゃん愛嬌でいいお兄ちゃん、面白いお兄ちゃんで言うと、少し笑われるような写真なりをダーンと貼って、今の自分のビジョン書くっていう、そういうこともしないんでしょ。全く結構常識にとらわれちゃってるっていうかね、あなたの今の最大の財産は暇。手書きで看板毎日5枚かけるじゃん。そう、ね、今日はこんなカバン書こうと思うのよ。ね、で今日はこういうので3枚書きたいなと。で全部ペンキ用意して紙用意して書き始めるでしょ。と客来てチッと思うのよ。書いてる。これ不思議だよ。自分が今やりたいと思うことがあって、それに熱中すると邪魔するように客来るので、何にもやることなくて早く来ないかなって待ってると客って来ない。これね、気なのよ。気が放出されない。何か自分が熱中しようと思うと気が放出されると気に人が寄ってくるの。俺昔ね、30の時に潰したね、ゴルフ屋ショップやった時に、店にあんまり行かないダメ社長だったんだけど、行くと何するかっていうとバラバラにするのよ、並んでる服を。はい、お前これ片付けてっつってな。じゃあ本当にそいつが本当に片付けてるとお客さん入ってくるんですよねっつって、何にもすることなく待ってると来ないんだけど、まあ、今来るかよって時に来るっていう。これね、何科学的には実証されてないんだけど、俺のビジネスやってきた経験上、忙しいと客は来る、暇だと客来ない。だからいろんな改造、店をもっとおしゃれにしよう、金なんかかける必要は全くないわけであって、DIY のと木材とか買ってきて自分でバーナーで焦げを作ってここに貼ると古めかしていいじゃないかとか、という時間がある。忙しくなると、あ、やんなきゃいけないんだけど時間がないわ、もう疲れてできないわってなってくるんだ、というように、そのもっといい店を作る時間をいただいてるのかもしれない。今いくつだっけ。32です。ね、借金できるからしちゃえよ。長野県に32歳の子が移ったって言ったら、なんか支援もらえるでしょ。もらった。そうですね、国金の方に最初に借りてはいるので、うん、いや県がやってるはずだよ。あ、県内に町が、はい、市がその田舎を盛り上げるためにいろんな助成をしてるはず。そんなのも行ってうだうだ言う時間があるんだよ。そういうのやめて言わないで、あと100万出してくださいよっつって。だからその人が多分、お前ここで言ってる前に店が開いてるだろって怒られるから。やる仕事を作るの、はい、忙しくなると客意地悪するように来るから。驚きでした。そういう金がないならチケット買おうっていう、今の一つの例だよ、はい、で サブスクは絶対に顧客を捕まえるのが非常に良くて、それ自体の利益を出すんじゃなくて、それで他のところで利益をいただくっていう。なんであれだね、羊毛剤だとか何かその女性が望む化粧品
物販は重要だと思うけどなっていう。あのね、飲食やってて分かるんだけど、限りがあるわけよ、売れる。それを持って帰ってくれるものがあったら、どんだけお前ら得すると思う？つう。お客さん席が決まってるから、それじゃ入んないだろ？と。そうです。同じ時間に来る人。あ、なぜか同じ時間に来るだろう、20人でも。なんで同じ時間に来る？この昨日誰もいなかったのに、今日3人来るんでしょ、同じ時間にみたいな。な、意地悪なの、客って。それで、あんた暇な店なのになんで断んのよみたいな。2時ダメなのって言われるっていう。そういうもんなんでしょうか、はい、そういう理不尽な世界にどう戦っていくかが面白いと思う人間をやるといい。それで心が病んでいっちゃうってんだったら農業やるといい。いいないだってなったらすぐ農業で雇ってくれるところがあるから。そうやって最悪の場合生きていけるじゃないかっていうことを頭で描いておくと焦らないから。で、今数百万の借金したって、あの生きがいだよ、返していくっていう。俺40の時に借金がゼロになったもん。超楽しかった。ずっと返せなかった借金を今月から返そうって言って、この会社ができてお金が儲かり始めた時に返す。あの、あえて振り込みとかじゃなくて毎月持っていく。ありがとうございます、近況でこうこうこうであなたのおかげでっつって、で俺は全員倍返し以上した。とりあえずね、もがくの、はい、あのもがかなかったら独立して一番面白いところを経験できないじゃないか。でね、もがいてる間にね、言葉で言ってるんだけどみんなね、魂では思ってない。いきなり繁盛する店に入るとうざったいなって気持ちになってくる。客選びたくなってくる。誰もいない店を1年やるとね、どんな人でも来てくれたらありがたいって気持ちになる。その時期を1回超えないと本当に客に対してありがたいって気持ちが生まれない。それは従業員とか雇ってて、いきなり流行る店作るとあいつら、まあ、なんでこんな時にまた来るんだよと、なんで並ぶんだよみたいなのが無意識で態度に出やがるのあいつら。なんで暇な時期に客来ないねっていう経験をさせると、来てくれてありがたいっていうのをこれ体験していかないと、薄れちゃうよ。この1年は絶対いいと思うよ。今までの時はうざったいと思うところあったでしょ。そうですね、どん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 来るので、はい、予約も鳴り止まなかった。で、本当に生活もがらりと全部すごい貧乏な生活も体験できてるなっていうのも思いますし、周りに友人もいないので、まあ、金井社長の言ういい経験なのかなって、うん、楽しみに俺はスタートしたんだと、予定通りじゃないかと、なんか惨めになってきますよ、 そういう時って惨めになってたよ。なんかすごい人が嫌いになってくるような感覚に、まあ、お客さんは別としてなんですけど、やっぱ心はすさむよ。なんで未来を見てないと、現状を見るとすさんでっちゃうんで、その未来を見るためにはどうしたらいいかっていうと、未来のための行動を取ってれば見れる。取ってないと見れなくなる。なんで何でもいいから無駄でいいんで努力してみる。看板なんて掲げたって誰も来ねえじゃないかと、内容が悪かったな、キャッチが悪かったなと、ビジュアルが悪かったなと、じゃあ明日また作り変えようとっていう10個の努力して1個でも加えたらラッキーだと思って努力しなって、はい、ね、絶対にあるのが、忙しければ必ず金運を巡ってくる。同じ赤字なんだったらそれこそ1000円カットでもいいから客が来てくれて、いくら来ても全然利益出ないんですよと、同じ赤字なんだったら客来てる方がいいよね。忙しくしていれば気が上がっていくから、何かしな、立ち止まってたらダメだよと。毎日忙しい忙しいって言うなと。忙しいって客なんでいないの、お前忙しいって何言ってんの、今日は何と何と何しかしないんだと。
その未来のために今時間をもらってるんだと、じゃあその化粧品的なものをあの営業した以上はあの業務的なもので買えるじゃない。だからその3社のものを試してみる。ばあちゃんちょっと来てくんないかと、これかけてみるからこれ毎日かけてみて1週間後にどういう変化が出るかやってみてんだとか、そういう暇だからできることを見つけ出す。未来のための努力がどんだけできるかで、未来のためだと思えばこれが売り上げにならなくても焦んない。投資してんだ、これ忙しくなったらこんな実験できなくなるから。その時に前を見てれば必ずうまくいく、後ろを向いたら沈んでいくだけだよね。で、前を見る方法は無駄にいろんな努力をする。どうすれば客が来たらうざいなと思えるか。じゃあお客さんに5時間ぐらい煮込んだ小豆でなんかうまいスイーツを食べさせてあげようと、煮込んでこうやって時にケンポンって入ってくる、今ちょっと火止めるわけいかないんだよなっていうような、何をしてるとうざいと思うかっていう。だからそのあんこが評判になって2年後には和菓子屋になってるんだけど、それは何言ってたら、数少ないお客さんが来てくれたんで何かもてなしたいと思って暇なんで一生懸命小豆に煮てたんですよねと、もしくはその地方の何か特産品があると思うんで、これだったらタラみたいなもんで入るんでみたいな、その美容室に直接関係なくてもいいんで何か仕事作ってごらんとね。変なことやるとね、まず地元のローカルの何かあるでしょうね、雑誌とか。はい、たくさんあります。あれなんか安いから、ああいうのに広告打つのはありだと思うんだ、はい、その時にあるのがね、広告を打つ時に他と同じ広告打つんだよ、みんな。あ、バカだよねこいつらっていう、どう人と違うのか、今までにある美容師と違うのかっていうことをアピールしなかったらいくら見たっていかないからと。おう、なるほどな、ここ行ってみるかっていうのに、さっきのサブスクは絶対に俺いいと思うし、で始めたばっかりでお客さんが少ないっていうのをドーンと頭に打っちゃう。だからこんなサービスしてる。いつまでもしませんよ、今ですよって。通販みたいなね、今日に限りっつって翌日も同じ値段で売っといてないか。でもね、貧乏とか客が来ないっていうのを隠そうとすると負荷かかるから、自分に言葉に出して来ないっすよって、赤字っすよって言うとなんかね楽しくなってくるんです。隠そうと思うとね、中で熟成しちゃうの。あ、すごい恥だと思っちゃってる、うん、全然恥じゃない。人ができない、独立する、それで赤字出して辛い、二つも人ができない経験積んでんだよって。人生はね、刺激だから。勤めてたら今の刺激味わえなかったんだよ。極論で言うとね、俺美容師は8割人柄だと思うよ。要はその人が嫌いだったらいくら人生あってもいかないし、何か触れ合ってて楽しいと思うかどうか。俺そんな腕の違いなんか求めてないもんな。まさにその意見がよくあるんで、ああ、そう、サブスクみたいな部分では少しお得感を感じるとか、いかにそのベースの商品よりもは付加価値をつけるかっていうところの一番大きな付加価値は人間性だと思うし、あとやっぱり他の美容師と違うもの、あんこだな。時間かけないとできないスイーツ。なんで時間かかるの、こだわったの、暇を潰すためですよ。ダーンと今お越しいただけるともれなくぜんざい、かき氷だよ。あ、いいですね、うん、自家製で作ったあんこ、十勝さんのなんとかの小豆を10時間煮込んで作ったカットのようにはそこそこですが、小豆の味では負けてませんとかあるんだよ。変だと思うと人間って注目しちゃうの。自分の想像以外のものを見ると人間って興味持っちゃうの、うん、すぐに来ないよ。そういうことを繰り返しているうちに、変な店一回何かあった時行ってみようかっていう仕掛けをずっとし続ける。
とりあえず何かやってごらんって、はい、毎日何かやってごらんって、はい、で忙しいと思うと必ず客来るわけです。これ来なかったらあれだよ、本当にもしも来なかったら責任取ってうちの若い連中3人ぐらい行かせるよ。あのお前らな、外とかで様子見てて、あいつが忙しそうになったらお前入ってねっつって。本当に今楽しくないなとか、ちょっとこう勢いも落ちてきたなって思ってた時なので、すごい元気が出ました。行動したい。俺はね、大儲けできる商売じゃないんで、地道に伸びていくと非常に安定したところ、急激に伸びると急激に落ちるっていうのがあるのよ、はい、これがゆっくり上がっていくと落ちる時もゆっくりになるっていう部分で、人も雇ってないし、そういう環境でいうと粘れる環境を作っておいてよかったなと。あれで東京でやってたら俺すぐに潰れてたよと。ああ長野でやっておいてよかったわと。多分ビジネスっていうものをよく知らないくせに、最低の固定費は上げないっていう大基本である企業の仕方を選んだっていう。俺なんかあれだからね、麻布十番に事業構えたからね、いきなり。かっこいいです。かっこいいからすぐ詰めてくって。なのよ。俺よりもはるかにいいスタート切ってる。本当ですか。うん、まあキーワードはあんこだな。あんこですか。うん、まさか俺もあんこって話をするとは思わなかったんで。天から降りてきたのあんこ。で年寄りのばあちゃん、俺はあんこ の和菓子は嫌いじゃないと思うよっていう。なんか私はこのおはぎ食べたいから来てんだよっていう。期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。あんこだけは忘れないでね。茨城の豊かな大地で育まれた糖度が高いさつまいも、紅はるか。それを桜島溶岩石で丁寧に焼きます。そしてミネラル分が豊富なフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩水にくぐらせて焼く二度焼きにより、中と皮までほのかな塩味を染み込ませます。これによりねっとりとした高糖度のお芋にほのかな塩気がベストマッチし、焼き芋の概念を覆す衝撃の食感と甘さを持つ塩焼き芋が誕生しました。ご購入の際は検索サイトにて農家の台所通販、または農家の台所ウェブショップを検索。農家の台所通販サイトでお買い求めください。